北海道の農業の今を動画で伝える北海道ナウ。今回は特別編として農風景から見た北海道の四季をお伝えします。雪が溶け、木々に新芽の緑が見え始めた春、北海道各地では田植えの繁忙期を迎えます。旭岳の湧水を引くここ東川町でも、ハウスで育てた苗を積んだトラクターが青空を映す水田を一直線に走ります。夏でも冷涼な気候が色合い鮮やかな花を育てる北海道は、夏の牡蠣需要を支える一大産地となっています。牡蠣は他の野菜と違い産地表示はありませんが、花で暮らしに豊かさを、花を育てる北海道の生産者の思いが全国の皆さんの心を支えています。北海道の秋は収穫の秋。全道各地でさまざまな種類の農産物が収穫されています。じゃがいもの収穫作業は毎日朝から夕方まで続く重労働。丹精込めて作られたじゃがいもを傷つけないようにと、一個一個丁寧に収穫され選別されていきます。北海道は小豆の国内生産量の約9割を占める全国一の生産地です。昔から豆は地力で取ると言われますが、小豆も土壌の質が何よりも大事。風味豊かで粒揃いな道産小豆は高級和菓子の原料として全国で重宝されています。真っ白な雪で覆われた冬の北海道。北海道の中でも有数の寒冷地である真っ寒町の越冬キャベツは、この寒さと雪が甘さをもたらす北海道ならではの農産品です。北海道の環境だからこそできる農産物が全国の食卓に届けられます。北海道は耕地面積が国内の4分の1を誇る一大農業地帯です。短い夏はもちろんのこと、寒さ厳しい冬でも北海道の生産者は皆さんに安全安心で美味しい農産物を届けるため休まず頑張っています。そんな生産者の思いと北海道の広大な大地が今日も全国の食卓を支えています。